以前我々の調査で明智光秀は主君織田信長殺しの罪を着せられていたことが判明。本能寺の変の真犯人はイエズス会だった。その後光秀は豊臣秀吉に攻められ山崎の戦いで死亡。しかしこの時光秀公って死んでるんじゃないですか。灯籠に刻まれたありえない年号、肖像画に残された謎の一文、次々と発見される光秀生存の痕跡、さらに生きていた光秀は驚くべき姿で再び歴史に登場していた。日光東照宮に残る暗号、明智族が使った家紋です。そして暴かれる信長による家康暗殺計画。光秀と家康は天下を取るための同盟を結んでいた。光秀と家康、天下取りの裏に隠された知られざる二人の野望を暴く。明智光秀は生きていた。家康との闇の同盟。1582年6月13日、明智光秀は山崎の戦いで秀吉に敗れ、坂本城に逃げ帰る途中、京都の小栗村で農民に竹槍で刺され死んでいるはず。ところがその光秀の死には謎があった。我々はまず光秀の居城坂本城があった琵琶湖周辺を捜索すると、坂本城から北西へおよそ4キロの比叡山に光秀に関するものが残されているという。早速比叡山へと向かった。あ、こんにちは。あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。光秀に詳しい郷土史家の車年に話を聞くと、これはね、明智光秀が、このお寺に寄進したという灯籠なんです。比叡山飯室不動堂にある光秀が寄進した石灯籠、実はこの灯籠にありえないことが刻まれていた。裏側に法寄進元首光秀と書いてある、はい、で、右側は慶長20年2月17日と。この年っていつ頃になるんですか。で、光秀がオグロスで廃止しましたから33年後になるんですけどね。なんと死後33年も経って光秀が寄進した灯籠だという。ということは光秀は山崎の戦いで死んでいなかったのか。さらに我々は大阪岸和田へと向かった。光秀の息子が建てた本徳寺に驚くべきものが残されているという情報をつかんだのだ。こんにちは、よろしくお願いします。はい、どうぞどうぞお上がりください。ここには教科書でも有名な光秀の肖像画が残されている。本来は公開していない貴重な絵を特別に見せていただくことができた。はい、これが明智光秀公の肖像画です。こちらがですか。はい、この肖像画は現在唯一残されたもので、光秀の貴重な姿を今に伝えている。あの上に何か書いてあるんですけど、何て書かれてるんですか。光秀の肖像画、その上の部分に知られざる一文が。藩主三昧を褒めしさり。光秀公が僧侶になっておられたのを出て行ったと。明智光秀公は小栗栖で死亡ということになってますけど、実際は生きておられて。生きてたんですか。そういうことですね。亡くなってなかったんですね。やはり光秀は山崎の戦いの後も死なずに生きていた。そして僧侶になっていた。
では光秀はその後何をしていたのか。歴史研究家の笹生氏に話を聞くと、明智光秀は天海僧正になったんです。なんと生きていた光秀は天海になっていた。天海とは国営の宰相とも呼ばれ、江戸幕府の初代家康から三代家光までの将軍に仕えた僧侶である。108歳まで生きたと言われる天海は家光の名付け親であり、家康に重用された。また都市計画まで行う権力を握っており、江戸の鬼門の方角に日光東照宮を建てた。調査を進めた我々はその日光東照宮に光秀が天海になっていた証拠があるとの情報をつかんだ。なんと日光東照宮に光秀が天海になった証拠があるという。それは古楼と鐘楼という二つの建物。ここにあそこ見えますよね、ちょうどカーブになってるところに花のようなマークがありますけど、あれ家紋ですよね。これは一体、これが桔梗の御紋です。桔梗の、はい、家紋ですね。明智一族が使った家紋です。なんと天海が建てさせた日光東照宮に明智の家紋が。さらに日光の山を見渡せる一番見晴らしのいい場所に明智平という地名がある。この名は天海によって名付けられていた。日光に残された天海が光秀であるという数々の痕跡、二人をつなぐものが他にも残されていた。京都にある慈源寺。慈源とは天海僧正の死後に与えられた贈り名。実は天海の墓がある日光のお堂の名も慈源である。これなんや。なんと京都の慈源寺には漆黒の光秀像があった。光秀を祀っているお寺に付けられた天海の名前。やはり光秀は生きていて天海になっていた。しかしここで疑問が。なぜ家康は天海、つまり光秀を重用したのか。二人の関係について調べると、公文書館に残された江戸時代初期の文書に驚愕の記述が。信長は隙を見て家康を害する計り事をした。なんと信長が家康を殺そうとしていた。信長は自分の天下取りに邪魔な家康を毒殺しようとしていたんです。家康を毒殺とは一体。それは本能寺の変直前の不可解な事件。安土城の信長のもとを家康の一行が少人数で訪れた。信長によって家康をもてなすための宴が開かれた。信長が魚を食べようとしたら腐っていた。怒った信長は魚を用意した光秀に皆のいる前で殴る蹴るの暴行を加えた。光秀は家康の毒殺を阻止するためにあえて腐った魚を出したのではないでしょうか。毒殺を阻止。笹生氏によれば、光秀が腐った魚を出し宴を台無しにすることで家康を助けていたという。実は信長と家康二人の間には大きな遺恨が。家康の正室と長男が信長の命令で殺されているのだ。信長は自分に恨みを持つ家康が勢力を伸ばしていることを恐れて殺そうとしていたのではないか。しかしなぜ光秀は家康を助けたのか。長年光秀について調べている埼玉大学名誉教授の岩鍋氏に話を聞くと、光秀と家康は同盟を結んで二人で協力して天下取りを企んでいたんです。
光秀と家康の同盟、そんなことなどありえるのか。本能寺の変の当日、家康は大阪の堺におりました。ところがなぜか光秀は家康を見逃しているんです。これは光秀が家康を意図的に助けたということです。確かに家康は少数のお供とともに伊賀を越え、領地の岡崎城に無事戻っている。調査を進めると決定的証拠を発見。長屋九分方向、江戸幕府や各藩に伝わる歴史をまとめた文書である。ここには大神君は先立ちで信長の変を起こしめしと書かれていた。なんと家康は本能寺の変が起きるのを先に知っていた。光秀に殺されない確信があったからこそ少人数で堺にいたのだ。やはり明智光秀と徳川家康はつながっていた。そして生き延びた光秀は天海として家康に重用されたのだ。